皆さんこんばんは、今日は甲子園で行われました阪神対巨人の18回戦をお伝えします。先発はですねタイガースガンケル、そしてジャイアンツは畑ということでスタートしました。初回両チームともに三者凡退、2回3回も得点どちらも取れず、そして、4回の表でしたね、坂本がまず先頭で二塁打右中間を抜きました。そして岡本のライトへのライナーで、ワンアウト三塁、そして丸が追い込まれた後に、高めの釣り球まっすぐ、これをですね、綺麗にレフト線に二塁打と、これが先制点になりましたね。そして、5回の表ワンアウトから1番吉川、このバッティングがですね見てて本当に綺麗に振り抜いた、あのガンケルからすればですね、あの左バッターの泣きどころ、インサイドへこう食い込んでくるスライダー、まあ、あの左バッター、僕も左で、あの一番嫌だなと思うのはこのインサイドへ食い込んでくるボールなんですけれども、これをですね本当にあの普通に多分芯に捉えるとファールになるようなコースだったんですが、それを少しバットヘッドを遅らせ気味にトンと当てた、当たったところの角度が非常にフェアゾーンに行く角度を持って、そこからぐんと振り抜いたというね、これはもうあの吉川選手の、まあ、テクニックというんですか、やっぱセンスの良さ、そういうものを感じた、ソロホームラン7号になりましたね。これで2点、ジャイアンツが先取りました。そして、6回にもまたジャイアンツです。先頭岡本がセンター前へヒット、そして、丸のファーストゴロでランナー変わって、中島フォアボール、そして7番の大城がですね甘い外から入ってくるスライダー、これを右中間にスリーラン、5対0、まあ、これで決まったという感じになりましたね。まあ、今日はあの解説亀山と新井君が2人でやってましたけれども、亀山君がですねあの5回のところ、タイガースの攻撃のところでした。まだその状況の中では2対0、あのガンケル好投はしてました。そして82球投げたところで5回だったんですが、ちょうどいいタイミングかな、まあ確かにいいピッチングはしてるけれども、やっぱりちょっとここはもう今までそんなに球数投げてるピッチャーじゃないんで、まあ、替え時としてはこれ8番からの回でしたので、8番9番と回ってくる、まあ、ここ替え時かな、亀山君もそこ、これがもう替え時だと思いますっていうことでね、かなり言ってましたけれども、まあ、そこをガンケルそのまま打席に立たせて、小畑ガンケルで2アウトランナーなしからでしたけれども、タイガースここからチャンス作りましたね。近本がまずレフト前にヒット、そして2番の北条がですねセンターオーバーのフェンス直撃の二塁打なんですが、まあ、この打球で一塁ランナー近本が一気にホームを狙います。まあ、タイミング的に近本の足ならこれはもうセーフだろうな、1点入ったなというふうに僕は見てましたけれども、この時のジャイアンツ の、 あのカットマンへのプレーが非常に良かったですね。丸から坂本、そして坂本から大城への送球、もう全て満点というプレーで1点取れるところをですねタイガースは阻止された。このプレーやっぱりジャイアンツさすがっていうところを見せてくれましたね。点にならず、それで結局6回もガンケル続投させたところで、大城のスリーランが生まれたというね、ちょっとこう裏目に出た続投だったんですよね。まあ、ここが一つ今日のゲームのあやっていうところだと思いますね。それでその後もジャイアンツが追加点しますね。8回に、まあ、7回も能見が、まあ、ツーアウト満塁っていう大ピンチ作りましたけれども、なんとかしのいだ。そして3番手の望月、8回に来まして、先頭打者フォアボール、次もフォアボールで三振を取りましたけれども、吉川に、ヒットでつながれて、その後変わった谷川が打たれるということで、この回も2点取られましたね。結局7対0、そして9回の裏にやっとタイガースが点を取りますね。2番手大江が6回途中から投げて抑え、そして、3番手の高梨が7回を三者凡退、そして8回を鍵谷がまた三者凡退に抑えて、まあ、7対0になったところで、若い
堀岡というねピッチャーを使ったんですが、まず先頭打者の大山が右中間、これもうちょっとで24号ですかね、ホームランになるところでしたけれども、フェンス直撃の二塁打。そして、ボーはフォアボールでつないで、梅野は三振でしたけれども、小畑の代打高山が右中間に二塁出して1点。そして、原口三振の後の近本、これがもう粘って粘って最後甘く来た高めのまっすぐをライトスタンドにスリーランということで、この回4点返しましたけれども、これでゲームは終わり、結果としてはですね7対4、ジャイアンツが勝つというところなんですが、でもねこの9回のピッチャー交代もちょっとジャイアンツさすがだなと思うところ何個かありました。あの堀岡が、まあ、9回頭から来て1点取られたところでもうすぐにその次のピッチャー宮國に変えました。まだ1点取られてるだけ7対1、まあ、この回1イニングもうちょっと投げさせてあげてもいいとこなんですが、もうすぐ交代。そして宮國が行ったんですが、宮國が近本にスリーラン打たれる、ツーアウトランナーなしになってまだ3点差ですが、ここでまたデラロサを使うというね、まあこの辺の勝ちへの執念、これはですねやっぱりジャイアンツすごいなと思いましたね。ともう一つプレーで言うと、あの丸、坂本、大城、このカットプレーもすごかったんですが、ライトを守ってる松原がですね今日いいプレー2つしましたね。特にあの6回裏の、ライトライナー、梅野のライトライナーはもう完全にヒットになったと思いましたけれども、それを前進して、ノーバウンドで掴んだ。これヒットにしてれば多分1点は入ってたろうなと思う。だそういうところからするとですね、あの、5回の北条のセンターオーバーといい、そして梅野のライトライナーといいですね、ちょっとの違いで点が入ってた、そこをですね守備で、失点しなかったジャイアンツっていうのがすごかったっていうことと、9回のあのピッチャー交代、まだ点差があるんだけれども、もうこの点1点取られたところで変えていく、そしてはツーアウトランナーなしになっても3点差でもデラロサをつぎ込む、この気持ちはすごいなと思いました。やはりこれはあの同一カードの3戦目じゃなくて、まだ明日もあると、できたらですねすんなり終わらせたい回だったんですよね。まあそういうところを9回、まあ結局終わってみたら4点失点して してしまったと、これはやっぱり原監督からするとですねちょっと隙を見せたなと、そういう気持ちに本人はなってるんじゃないでしょうかね。あの勝ったことで喜んでるんじゃなくて、あの9回に7-0から7-4まで追い上げられた、この4点取られたっていうのがちょっと残ってんじゃないのかなという気がしましたね。一方の矢野監督からするとやはりあのガンケルの続投、6回の続投、ここはもう5回のところバッターに回ってきたところで変えてもよかったのかなっていう気持ちにもしかするとなってるかもしれないというね、今日はやっぱりジャイアンツの勝ちへの執念、まあ、選手もそうだし監督もそうだし、その辺の執念の強さ、そういうものを感じたゲームでしたね。はい、今日のピックアップ選手は、まあ、あのいろいろいますけれども、大城のスリーランもすごかったんですが、あのバッターとして見てやはりあの5回の表に打った吉川選手の7号ソロホームラン、このホームランがですね僕から見てると非常に難しいボールをホームランしたということでですね、吉川選手を取り上げてみました。吉川尚輝選手、背番号29番、1995年の2月8日生まれの25歳ですね、177センチ、78キロ、岐阜県出身ですね。2016年のドラフト1位選手です。中京高校から中京学院大、そして巨人ということですね。2018年に355打席立って2割5分3厘、もうあのレギュラーの足がかり掴んでた年だったんですが、2019年1番でこうもう1番吉川で行くぞっていうところで、まあ、怪我が出て、46打席しか立てなかった、まあ、打率は3割9分ありましたけれども怪我でずっと出られなかった、まあ、その思いを今年にかけたというところで、この2020年は、268打席立ってますね。そして278、2割7分8厘、もうちょっと頑張ってこう3割を目指せるぞ、目指していくぞっていうところですね。盗塁も7、
もう足も速いし守備もうまいし打つ方も素晴らしいし、これいいバッターがもう本当に怪我さえなければですね、これずっと一番を任せられる選手じゃないかなと思いますね。はい、これで、今回の甲子園は一勝1敗になりました。明日ね、今度タイガースがどういう執念を見せてくれるか、そういうものを期待したいなと思いますね。今日はジャイアンツが7-4でタイガースを下したゲームをお伝えしました。以上です。